そもそもなんでその話になったんだっけね。なんかさ、私はもうなんかそういう運命なんだよみたいなさ、ことを言ってたんだよ。もうこういう星のもとに生まれてきてるから、もうなんかちっちゃい頃から素材使われる運命なんだよみたいなあれこか？とになっスイパパ娘て。 AI の話あ、か？そうかも。そうだそうだそうだ。だからこの間の一人で撮ってた雑雑ラジオ、あれで、で私がお休みもらってて、じゃあ出来上がったからちょっと確認だけしといてって言われて、聞いてみたら身に覚えのない相槌が入ってる。相槌が入ってた。そう、どこが雑やねんって思いで、ながら。だ無駄なところにこうちょっと力を注いでし力まっ入ってるよて、ね。よく見つけてきたなと思うもん、あんなバリエーションをさ、ああれれみたいな。ね、なんか別に探したんじゃないんだよ。カーソルを合わせるじゃん、適当に波形のどっかに。そうすると私が愛の手を入れてんの？入れてるの。結構あるの、そういうことが俺。なんとなく波形合わせたら、そっから再生したら面白かったとか、それがその喋りだけじゃなくて、その音色、サンプリングした音色とかもそういうことがあるんで、なんだろうな、その波形の神に 愛されて愛る。されて そしたら、ああいう愛の手のバリエーションの。だからポツポツ、あれ自体を見つけるのは5分かかってないよ。あ、これいいや、これいいや、これいいだってや。さ、その時に多分話してたのが、私はインスタライブの回よ、ラジオで。あの時にガッキーのインスタライブが見たいって言ったはずだったのが、マリックの大掛かりなマジックが見たいになってたのよ。何百万円のね。そう、不本意。 だたまたま出てきたんだもん。見たいっつって。それがたまたま出てきちゃったのが何とも言えないよね。それはキラーンって波形の神があそこで杖を振ったんだよね。ここだよっつって。手動人工知能だからね。そう。だってあれをさ、入れないとさ、ただ夜中にさ、今日は僕一人なんで、って ちょっとやばいやつなんだもで、撮ってるのあんま知らなかったの、私。で、普通にこう廊下を歩いてたら、うっすらなんか一定のトーンでボソ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 声が聞こえてて、あ、やばい、これ撮ってるな、思ってそっと離れて。で、その時さ、あー、コーヒー飲もうとかっつってさ、ガチャってやったらさ、最悪じゃん。もうだってそんなさ、夜中に一人で撮ってるところをさ見られたくないからさ、そう？なんか嫌なんだよね俺。ちゃんとこう隔離された場所安心で、できる場所でね。じゃないと、それかそういう今みたいにこう相手がいて話すっていう状況じゃないと、ね、話しづらいって言ってたもんね。よめっちく、ゃ話しづらい。だからあれはさ、短かったから大丈夫だったの？花粉症の小倉久芳。小倉久あ、あ芳、音れ声最初はです。ナレーションなんだよ。そのせいさ、俺それのが中わでかんない。は、俺の中ではあれは、その、ナレーションなわけ。台本ありきの解説とかナレーションはいいんだ。大丈夫、大丈夫。それだは大から、その丈動画をこう流しながらナレーター夫。そやるのは別にいいんだけう。ど、フリートークになっちゃうと、これほどこっぱずかしいことはないなっていう気がして。だってさ、その、話しかける対象が、聞いてる人になっちゃうじゃん。それはね、ちょっと怖くてできないね、俺は。そうなんだ。今はこうやって数に話してるから、俺は気が楽に話せるわけで、これがマイク一本で自分でさ、聞いてる人に向かってだと、そう。でも俯瞰というのはっていう、あれはできるんだ。あれはほら、もうなんていうの？いていない感じなのよ、俺の中いで。ようがいまいが世界観がもう変わらないってことだよそう、ね。単純にこう自分の商品のこのコンセプトを説明している。私ね、多分だよ、フリートーク、それもちろんさ、一人でね、聞いてくれてる人に向かって喋るっていうのは恥ずかしいかもしんないけど、まだそっちの方が気が楽だと思う。あんな自分のね、声にこうリバーブじゃないけど エコーみたいなのをかけて 喋る方が 無理。そ
それは平気だな別に。だって羞恥心の設定があれが平気なのに、なんかこっちとしてはだよ、うん、あれが平気なのにこうやって普通にこう脱力した状態で喋るのは恥ずかしいんだっていうね。一人だよだって。どっちも一人じゃん。いやいやそうだけど、あっちは言ってみればほら焼き芋屋さんと一緒なわけよ。あ、一方的に投げてる。そう、うんうんうん、スピーカーから出してるから、うん、聞いてよが聞いてまいが俺は喋るぜっていう感覚なんだ、うん、そうだけどね、少なくともね、何人か分かんないけど聞いてくれてる人いるわけじゃない、うん、その人たちの存在を意識しちゃうのよ。わかる？この感じ。これがさ1万人とか2万人になると一層わかんなくなる。そう、うん、あの全然こう実感がないから、うん、これ昔からそうなんだけど、ライブでも何でもそうなんだけどね、うん、狭いところでやる方が緊張するの、うん、一人一人を個として意識しすぎちゃうから。そう、人間として意識しちゃうから、うん、まあ、人間なんだけどな、うん、あのそうなんだけど、うん、本当にこう実在する人として意識しすぎちゃうから、すごいこっちが緊張しちゃうわけ。でもそれがこうズドーンって大きい場所で、まあ、1000人とかの体ぐらいになってくるともう分かんない、演説状態になっちゃう。そう、だから何でもできちゃう。昔六本木のだからベルファーレっていうね、あ、はいはいはい、ところでやったライブの時なんかは気が楽だ全然。あれベルファーレ私も行ったよね。ベルファーレ、あ、あれだ、VIP 席で見てたんだよ。そうだよね、うん、あのガラス越しっていうか、うん、に見てた上、なんか2階じゃないけど、うん、ちょっと高いところのガラス越しに見た記憶があるから、うん、結局あれがラスワンか、うん、かもしれない。キューツンだったとしてはそれ以降だったら行ってるはずなんだよ、うん、そう、それで、うん、その雑雑のあれをお休みいただきまして、で聞いて、でそのマジックの話をしてたじゃん、うん、私はもうそういうね、勝手に使われる星のもとに生まれてきてるんだっていうところから思い出したんじゃん、うん、これまでの、はいはい、あれこれを、うん、元はといえば、うん、小学生かな、ちっちゃい頃よ、学校行く前に叩き起こされる。ああ、そう、いきなりね。そう、7時に起きれば間に合うのに、うん、6時半に叩き起こされたと思ったら、うん、いきなり風呂場に連行されて歌えと、うん、寝起きさと。いや、その辺締め切りだったんだよね。知らんかな。そう、それで、うん、その起きた頭でいきなりこのメロディーを歌えって耳で覚えさせられて、風呂場で歌わされたのよ。なんかカセットテレコみたいなレコーダーに向かって、で30分ぐらい多分歌わされて、ひたすらでさ、なんか寝起きのさ頭でさ、ただでさ頭回ってない、私ほら朝全然ダメじゃない、頭動いてないじゃん、その動いてない頭でさ必死にメロディーを覚えて歌ってるのに、うん、うん、ここちょっと低いとか、うん、すごい細かいわけよ。そんな細かく言ったっけ。言ってた、上がるところがあったの、音が一気にポンってね、はいはい、そこが低いと、それはその音じゃない、この音だって言って、悲惨だな、悲惨だよ。で、やっとの思いで OK が出て、うん、これでなんか完成版かなんかが聞かせてもらった時に、ほら気持ち悪い声だろって言われて、あの時思えば、あの時だったと思う、悟ったのは、あ、この星の元に生まれてきてたんだと、素材だと。そう、でもセイパパのあれはもうずっと聞いてたわけじゃん、うん、私の声が使われてるって、まだ喋れなかった時にパパって言えてた、そのなんか言葉を使われてたのがもう当たり前だったから、うん、それがなんかちょっとエスカレートして、でさ、あれ風呂場でさ、うん、歌ったのが寝起きだったから、うん、ちょっとね声がねかすり気味なんだよ、おうおうおう、それがね良かったんだよね。それがさ、せめてね出来上がって
あ、可愛く撮れたよとかさ。だって怖いしんだもん。最悪。まださ、何歳とかの子供よ。子供にさ、ほら、気持ち悪いだろってさ、嬉しそうにさ。いや、監督も喜んでた。今それ初めて聞いた。いや、だからあの日にさ、撮って、うん、で、そのまんま行ったのよ。あ、締め切りだったから。そう、確か。そのまんまスタジオに行って、うん、MA っていう作業をするの。音を全部こうまとめたやつをちゃんとそのシーンごとに当てはめていくの、音楽から、うんうん、まあ編集作業みたいなもんだけど、うん、でそのラストにかかる、テーマ曲っていうか、うん、ミスディレクションって曲があって、うん、それはもう決まってたんだけど、そこに行くまでの、あ、入りか、そうそう、それがこうチリンチリンっていう鈴の音と、これはやっぱりちっちゃい女の子の声があったらベストだなと思って、で叩き起こして歌ってもらって直行して、で思いつきで行動しすぎいや、それでカセットテープ聞いてもらったわけよ、うん、したら、うん、おーってそのためにやったんじゃないわそう、それで後日、うん、もうカンパケして、うん、青倉さん、やっぱりね、あの声は入ってて正解でしたよそう、あ、これで娘の救われると。救われてねえよ全然しかもなんかさ、見に行ったんだよそれ、ショートフィルムみたいな、あ、あれか、科学技術館か、そうそうそう、はいはい、ちゃんとしたスクリーンに、うん、でさ、まだすごいちっちゃい子にとってさ、うん、結構怖いしグロいじゃんあれ、うんうん、のはずだったんだよ、うん、なんかもう下手したらトラウマ級になる暗さだったはずなんだけど、なんか最後の方にかすかにこう聞こえてくる、うん、あれ、あ、これあの時風呂場で撮ったやつだってもうそっちのが頭だから、もうグチグチグチみたいなグロいシーンじゃないの、私の頭の中にあるのが、うん、もうあの時そうじゃない、そこは低い、もうちょっと上とか言われてそこはドキュメンタリータッチになっちゃったのね、そう、頭の中がね、これかみたいな。ちゃんとその映像と一緒に見れたのはその時が多分初めてだったから、うん、うわーみたいな私の声すごい使われ方してるみたいな。まあ、あれはね、だからそのかすれ具合も良かったし、それあとその監督のね、その微妙なボリューム感でそれを鳴らしてるのも良かったし、まあ、ちなみにこれはあれだよね、ダライアス外伝ビデオクリップについていたオリジナルドラマの最後のシーンの話ね。そこで聞けると、そうそうそう、不気味な女の子かっこ寝起き叩き起こされて、うん、そう、まだ所持してる方はぜひチェックをだから思った、今それね聞いてて思った、まずだから、あ、もうそういう運命のもとに生まれてるんだなって、うん、はっきりと確信したのがその時で、で2度目はそのネットっていうものがあっていっぱい栄えてきた時、うん、もう一般家庭にも普及してきた時に、あのセイパパのパパがネットでめっちゃいじられてるのを見た時に2度目、うん、そんな風な人生をさ、ちっちゃい頃から送ってたらさ、うん、そりゃさ、そんな恥ずかしいとかさ育つわけないよね。だって勝手に使われて、勝手にいじられて、草生やされて、うん、来るぞ来るぞみたいな、パパ草みたいなのを、しかもそれ偶然見ちゃったんだよ、弾幕、たまたま、そう、たまたま見ちゃったのでそれ見て私大笑いしてたからね、うん、そりゃこんなメンタルにもなるやろって、うん、それだけその声がね、皆さんに愛されたっていうことだよね。愛され、愛され方とはちょっと違うんだよな、なんか、いやいやいや、それは根底に愛がなければ、あんなね、そのシーンが来る直前に全員揃って息を潜めるなんてできないでしょで同時に全員がパパって
打ち込むんだよ。某笑顔になる動画でね。そう。ニコニコしちゃう動画でね。そう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 。あれはね、ほんと爽快だよね。楽しみだね。パパ娘の声で尻実験、娘の声はパパの声になるのか。前にさ、おもちゃのね、カラオケのマイク、みたいなのでさ、男声とか女声に変えられるやつがあってね。あ、で、なんか興味本位で男声にしてみたら、うん、まるっきりパパの声になったっていう。男声になったもんね。そう。で、逆にパパが歌うと女声にすると私の声になったって。あー、そうか。そう。で、大爆笑してた。世間もみんなそうなのかね。じゃないでしょ。たまたま？だって、どっち遺伝してるかなんてわかんないじゃん。声帯だって。あー、まあ。でもなんかさ、似ても似つかない声じゃん。そう、パッと聞きはね。うん。だから余計びっくりしたんだよね。うん、男声ってあるから、なんでこれやってみようと思って歌ったら、ちょっと待って。この声聞いたことあるぞ、なんか。でもわかんねえよ、あのなんかなんとか音響研究所みたいなさ、うん、ああいう専門家の人が聞くと、あ、成分は一緒ですねとかって言うかもしれない。言われたらね、怖いよね。もともと DNA 的なものは、うん、あの色濃く感じたことが多々あって、あの本屋さんに昔行った時に、うん、マッキントッシュの本をなんか一冊欲しいよね、新しく買い替えた頃に、うん、一冊欲しいよねなんて話をしてて、私は私で本屋さんで棚を見に行って、うん、当時もう Windows 全盛期で Mac なんて家庭で使ってる人があんまりいなかった時代だから、本がそんなにないやと思って、うん、ちゃんとこう専門書の平積みじゃなくて棚の方に行って、そしたらやっぱり結構あったから、うん、じゃあこの中でどれだろうってやって、あ、この本いいかもって思って、とりあえず自己判断はできないからと思って、うん、棚に戻しておいた。そしたら全く同じ本屋に別の日にパパが行っていて、で家帰ってきて、俺どこどこの本屋でマックのいい本見つけたんだよっつって、全く同じ本屋の全く同じ棚で、うん、全く同じ個体、その一冊しかない本をパラパラと見て、これがいいって言って帰ってきたっていうことがあったのよ。そうか。そう。で、その本買ったんだけど、そこでまた大笑いして、あとね、たまたまパパの部屋をパーッと通りかかった時に、なんかふっと見たら、私がこの間あの100円ショップで買ってきたノートが、なんでパパの部屋にあんのって思って、うん、それで起きてきて聞いたら、お、俺この間、お、これいいじゃんって思って買ってきたばっかりってお揃いやんけ。マジか。そう。だからね、もともと DNA は色濃く感じてはいた。でもあの声はね、一番びっくりした。え、じゃあさ、今できる？何が？わざと声低くして、声を低くするだけで Hey Siri が起動できるか。うん。あ、俺も声できるしちゃった。できませんって言われたよ今。いいえ、できませんって言われたよ。可能性があるとすれば、うん、それこそピッチ補正とかで、うん、私の声を一回かけて、うん、男声にしたのを再生して起動するかな、すると思うけど、うん、今はしないと思う、さすがにこのままだと。やってみ、ちょっと低い声で言ってみ。似てなくていいから、俺の声に似てなくていい。ああ、限界まで低い声にして、
え、ちょっと待ってこの図よ笑っちゃったらもうダメだ、低い声はダメだからいいシリ全然起動しないですよ、もっとこうアタック感のある感じで、あ、えいシリ、えいシリ、あ、やっぱりいかないもんだね、しないよこれじゃあ、思い出したよ、そうだよ、うん、私がライブの遠征から帰ってきて、金沢から夜行バスで、うん、帰ってきてガチャって開けたら、おお帰ってきた、ちょっとさ録音しようぜって言って、おお撮られたんですよ。いきなり部屋に、まだトランクのさ、ね、スーツケースの車輪拭いてんのよ私、うん、もう冬の時期だったからさ、すごい雪道のガタンガタンでもう寝れない中帰ってきたわけよ、うん、あの体でよ、いきなり部屋に通されて、何かと思ったらここはこういう世界みたいな、こういう状況で何あれって言ってくれって、うん、何テイクも撮られたんですよ、オーパーツね、そう、うん、そこの世界に入れと、うん、いきなり想像してこっち超楽しかったの、うん、ライブ行って、うん、でもう寝たいの当然1回じゃ OK は出ないじゃない、うん、何パターンも取られてさ、うん、もう即その中でさこう想像して、うん、その世界を何あれ何あれってさ、うん、でそれはちょっとわざとらしいとかもうちょっと自然にみたいな演技指導を受けてさ取られて、でいざ撮りました、でそのプレスは自分でしましたわ、うん、楽曲聴きました、うん、全然わかりやしねいやあんまりさ、うん、こうあくまでもその交差点のざわめきの中の一つにしたかったから、うんうんうん、極力下げたの、うん、それはわかるよ、うん、それはねあからさまに声が飛び出てきたら嫌だったんでしょ、うん、で本当によく聞いてると何あれって言ってる、うんうん、声が入ってるっていうのよりしたかった、うん、それはそのアーティスト制作者の気持ちとしてはわかる、うん、でもさこっちはさめっちゃ大変な思いしてやったのに、うん、でそのやったことを知ってる友達に聞いてもらったらわかんないって言われたからねあのウホホに入る直前だよね、爆弾が爆発する前だよね、そうだからその言われたのは、うん、秋葉原だっけ、秋葉原の交差点を歩いてるイメージで、で、そうそうなんだよ、場所指定まであったんだよ、音の、ね、元がそうだから、そうで、頭上を見上げるとそこにキラキラするものが落ちてくるので、それが到底爆弾ともわからない、うん、何かがキランって飛んでいってるのが光の線が見えてる、うん、で、見上げてゆえと、うん、いきなり、うん、頭いっぱいの時にライブで、うんうん、バンプ楽しかったなって思ってる最中に、うん、何あれな気分じゃないわけ全然今から文明が崩壊する気分じゃないわけ全然、うん、そんなこともあったわ、急に思い出した、だから今このいきなりちょっとやってみてよ低い声でエイシリって言ってみてよ、一生懸命エイシリエイシリもっと張って言わないとダメだよエイシリそれで無視されて、シリにはそりゃそうだろうと、それはメンタルも鍛えられるわ、なんか今そのシリ実験で縮図を見たね、きっとね、聞いてる人はね、あ、娘さんはこういう人生を歩んできたに違いないみたいなさそうだからね、なんでこんなに俺はなんかこう聞いてる人を意識しちゃうと喋れなくなっちゃうみたいな、恥ずかしいみたいなことを言ったのが腑に落ちなかったのかなと思ったらこれだ散々無茶振りしてきて、だって CD になってんだよ、うん、CD にされてんだよ、うん、ね、うん、それを無茶振りしてきたくせに何をおっしゃると、声だけじゃないよ、なんか字も書かされた、ギャラクティックストーンの、そうね、瞳の記憶ね、ジャケットの字も書かされて、うん、あ、そうだよ、あれは、まあ、タイトルから出てるギャラクティックストームで、うん、サブタイトル瞳の記憶のジャケットがギャラクティックストームっていう綴りがまず数の字でしょ、そうで、開いた、あ、円盤の下、そうだよね、 そこに作文みたいなのがあって、 それがね、そのどうしてもやっぱ大人が子供っぽく字を化けさせたってリアリティがないと思ったから、カズに書いてもらおうと思ったね、うん、でも
こういうのに使うから書いてって言われると意識しちゃうじゃない子供が、うん、だから俺は考えたわけよ、これどっちが早く書けるかゲームだっつって。違う、最初はね、うん、どっちが早く書けるかじゃなかったの。そうだっけ、うん、普通にここにこうやって書いてって言われた、うん、でそしたら、うん、うますぎる、あだから、うん、早書きにしようって言って。あ、そうだっけ。そう、それは後から聞いたんだけど、うん、ゲームにさせられたの途中から。俺も最初そうやってね一緒にこう競ってるように書いて、うん、で当然子供だから字が汚くなるだろうとそこで、うん、そしたらこう狙い通りの文字が出来上がったんで、それをこうねケースの中に入れて、でさ製品版になって初めて知ったっていうね、うん、だからあれなんだよね、あのブックレットにさスペシャルサンクスみたいなところに書いてある、うん、いやあれは嬉しかったけど、うん、なんかこうやっぱり子供心にえちゃんとした字で書きたかったなみたいな。いやそれは望まれてないのは分かってるよ、うん、でも子供だからあの当時は、うん、えこんな字じゃないのに私みたいな風に落ちなさはあった、うん、でもあれはね未だに未開封で撮ってある、うん、記念に。そうだからカーズはなんだダラツのパッケージのインナーのクレジット、うん、にもボイスで入ってるな確か。あ、書いてあるの？あれ書いてあったと思ったけどな、書いてなかったかな。あの前にさ、インタビュー本かなの時に話してたのかな、成人したら渡そうと思ってるって言って、はい、ずっと未開封で撮っといてくれたじゃん、うん、ダラヤス、うん、そうだからあれとギャラクティックストームが未開封のまんま撮ってあるんだけど、うん、だからね分かんない、中開けてないから、ブックレットは見てない。なんかねだからブックレットに2回名前が載ってるような俺は印象があるんだよね。あ、そうなんだ、うん、そのギャラストと、うんうん、もう一個そうだね、あの本人そのつもりじゃないことのが多いのよ、なんかヘイシリーぐらいなんてことはない、なんてことはない、ヘイシリー起動した、嘘、ちょっと待って嘘でしょ、今全然あれだよ、きっとリラックスして意識してなかったからだ。そうだよ、でも今の声似ても似つかない声だよ。でも多分声紋的には似てた、うん、わかんないで、まあ、やばい怖い、そっとしてる今だって結構精密じゃんアップルの。そうなのかな、俺案外ねあのアバウトなのかなと思ってんの、シリは。だって普通にこうやってヘイシリ使って起動しないじゃん、うん、だから、うん、その人の例えば声の特徴が100あったとして100全部が一致しないとってことはないと思うね。ある程度の成分が一致すれば。そうだとしても怖くない、まさか本当に成功するとは。だから最初は俺が起動させといて、うん、っていうのもやりたいよね、こう明日の天気はとか最高気温はとかっていう、そういう3つぐらいの質問の中に1個カズの声を俺化したのが入ってて、うん、で今そうカズの声はちゃんと起動するっていうのが分かったから、うん、逆だよね、俺の声をカズの声にしたやつを、うん、そういう3つぐらいの質問の中に1個混ぜて。そうだね、じゃああれだ、あのヘイシリの設定をしとかないと、うん、うん、しといて、うん、試してみるだね、怖、うん、っ取れてればいいけどね、ちゃんとねピピって言ったのがね。まあでもスクショはしたからさ、うん、あー面白い